えー、こんにちは、吉谷さん。あの、与三郎さんがね、そんなこと言ってたっていうのはよく知らなかったんですけども、まあ、けどね、本当その通りで、手持ちのカードで勝負するからこそ、手持ちの札ってのは増えていくと思うんですよね。まあ、ですんで、あの、あらん限りの手を打っていくっていうんですか、そして最初から切り札を出していくっていうふうに、私はいつも考えてるんですよね。初速が最大速ということなんで、 まずね、様子見でカードを出して、相打ちなり、ちょっと定期図を追って、それに対応して次のカードを出していくみたいなことをせずに、最初っから最大限、最良の方策をとってぶつけていくことによって、道は開けるんだと思いますし、できるだけ遠くに球を投げることもできると思うんですよね。さあ、そしてですね、今日のお話はモハメド・アリですね。プロボクサー、モハメド・アリがどういうことを言ったかっていうと、50になったときに、 20の時と同じように世界を見ているということは30年間無駄にしてるんじゃないのかっていうことなんですよどういうことかというと私もね50になりますしそれから吉谷さんも40になると思うんですよそれを受け入れられずに、まあ、精神は若いからねっていうのは確かに一つ自分を励ます言葉ではあると思いますけどもまあけどね精神も50になってるってことを受け入れた方が私は絶対いいと思うんですよだって精神年齢って進むわけですから50の見識と判断力があるわけでしょ それがね、二十歳とか三十とか、そのぐらいの気持ちに戻したいっていうのは分からないでもないです。本能に逆らっていくってことはね。分からないでもないんですけども、じゃあ、その頃の見識のなかった、まだ三十年間の失敗を知らなかった二十歳の頃の方がいいんですかってことになると、全然そうではないんですよ。やっぱりね、年齢は若くとも、中身は年を取っていると言いますかね。長い年数を過ごしている方が有利であるかのように、 長い時間をかけたんだけども、未だにね、20歳ぐらいの感覚だと、それはね、ボケますよって話ですよね。<laughs> まあこれは、これを言ったら身も蓋もない話なんですけども、やっぱりね、50年間歩みを進めていくと、50年間分の思いは詰まるわけですよ。で、それをね、否定することにはならないかなと思います。まあ単純にそういうことを言いたくて言ってるわけではないと思いますけども、まあでもね、いちいちね、あの、学生の頃のことを思い出すってことはね、うん、まさに、 そういうことなんじゃないかなと思いますし若い頃はこうだったのになっていうのは一瞬たりとも思っても仕方がないことだなと思います、まあ、つまりは過去のカードで勝負しようと思ってるわけですよね過去のカードっていうのはもうでに使われなくなってシュレッダーにかけてるわけですよそれがあああれが使えればなとかねあの頃はできたのになとかね引き戻そうとしてってもシュレッダーにかけたカードはバラバラですからでそういうものじゃなくって 失ったものは失ったものとしてそして熟練したものは熟練したものとしていいじゃないか今この瞬間持ってるカードで勝負してそれで敗北するならそういう勝負だったんだということですよでも負けたからといって人生という勝負はねまだまだ終わらせてくれないんですよね、うん、ギブアップしても諦めてもそこで試合終了にはならないということだと思いますモハメド・アリーもボクサーとしての人生が終わってもそこからもっと厳しい人生という新しいリングが待っていたんですねそこには 自分がボクサーだった時は、百戦錬磨のこのパンチ、それが通用しない、そういうステージに立ってしまったということで、苦しんだんではなかろうかと思います。まあ、そうなんですよね。パンチで解決できるリングの上のボクシングというステージ。でも、ステージを降りて、リングを降りても人生は続く。その時に、パンチで解決しては犯罪になるってことなんですよ。この大きな差が、モハメダ・アリを晩年苦しめたと聞いておりますね。それでは、いってらっしゃい。